はい、こんにちは。質問ですね、答えていきたいと思います。いまだに腰椎の乳頭突起、胸椎の突起が、触れませんと。手をモニターにして、体全体で体重移動しているつもりですが、感覚がどうしてもつかみきれないです。詳しくて仕方ないのですが、熊井先生の感覚をつかんだ瞬間や、こうやったらつかみやすいなどあれば教えてくださいということですけれども、これはですね、まあ、一つはできてないってことを認識していることは素晴らしいですね。みんなですね、できてると思ってることがまず成長を止めますから、僕もそうですけども、常にですね、できてないと思ってるっていうのは、まあ、いいことというか、正しく思ってる分にはいい状態かなと思ってますね。で、できているものに関しては、やっぱりできているというふうな認識を持たなくちゃいけないですし、できてないものに関してはできてないというふうに正しい評価、第三者から見たときも同じような評価になるように、思っているっていうのは素晴らしいことかなと思いますね。で、今言ったみたいにですね、もしかすると、感覚がどうしてもつかみきれないですっていうことなので、できている可能性もあるんですよね。なので、どうやったら、掴みやすいかということなんですけども、まあ、答えとしてはですね、やっぱりできてるなと、先生ができてるなと思われる先生に、しっかり見てもらうというのがポイントです。これ否定されるんで、できてないとかですね、何やってんのバカとかですね、よく言われますよね。僕も言われてきましたけども、そこから逃げないことが一番重要かなと思いますね。その先生が言ってるもの、自分の意見を一回捨ててですね、その先生が、言ってるものをしっかりこう聞き入れて、そのことをしっかり、理解しようとする気持ちは非常に重要かなと思ってます。で、結局ですね、自分が今結果で出していない。で、こちらの先生は、自分が思っている結果が出しているっていうふうなものであれば、自分の意見よりもこっちの先生の方が正しいわけですよね。なので自分を捨て去る必要があるわけですね。で、こちらの先生が言っていることをしっかり守ると。で、教えられたことをそのまんまやると。で、それを主張りっていうふうな話で言ってるわけですけども、しっかり守ってですね、自然とそれが、なんかおかしいなと、やってるうちになんかおかしいな、自分できてないのかなとかって疑問に思う時期がやってくるんですよね。で、そうしていろいろ計算していくと、徐々にこう、まあ、離れて、破っていくわけですね。破っていくことができるようになってくるわけです。で、その最後にですね、最終的には、やっぱりちょっとここは違うかもしれないという形で、さらにその先生の結果を超える状態で離れるっていうことができるわけですね。で、これをですね、やらないと、いつまでたっても分かんない、ことをですね、いつまでたってもこう練習してるっていうことになりますから、いつまでたってもできないっていうことなんですよね。で、まあ、正解が分かんないわけなので、よくね、僕もこの頃セミナーとかで話するんですけども、答えがないその問題集を解いてるようなもんですよね。勉強っていうのは問題を解いたらそれ答え合わせするから頭がね良くなっていくわけで、問題解いただけだと頭って絶対良くならないですよ。で、問題がどんなものなのか、答えがどんなものなのか、この2つがしっかり分かることによって、人間というのは成長するので、これをですね、なんかよく治療家に限らずそうだと思うんですけども、技術職の人たちって、なんか自分の中でこうね、答えを見出すんだみたいな感じのところあると思うんですけど、まあ、ある一定のレベルまでいけばそうなんです。なぜかというと、答えを持ってる人がいないから。ただ、答えを持ってる人がいるのであれば、答えを知った方が早いですね。で、なのでしっかりこの辺の学び方を、学び方を勉強するというか、いつまでたってもですね、問題集解いてるばっかりじゃ成長しないので、しっかりですね、どういうふうにやったら、自分の力になるのかっていうやり方自体をですね、変えていく方が早いケースっていうのが多いので、まあ、この機会にですね、ちょっと参考にしていただけたらというふうに思います。はい、ではこちらのですね、答えを終わりにしたいと思います。まあ大変ですけどね、この辺はね、もう僕も技術職なんで、なかなかね、プライドもありますし難しいですけども、まあ、人と人との関連を考えると難しいんですが、まあ、そこをね、
こうプライドをいかにこう消し去って、学べるかというところがその未来につながってくると思いますので、ぜひ頑張ってみてください。では失礼します。